皆さんこんにちは。 RCN の石野です。近年全国で大雨に伴う河川の氾濫や土砂災害、地震などの自然災害が発生しています。もし自分たちの地域で敦賀市からの避難情報が発表されたら、私たちはどのような行動を取ればよいのでしょうか。今日は危機管理対策課の浅井さんに避難情報の種類と入手方法、避難行動についてお聞きします。浅井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。敦賀市ではこれまでに避難情報が発表されたことはありますか？はい、令和6年能登半島地震では敦賀市において震度4を観測し、福井県内に津波警報が発表され避難指示を発令しました。また大雨による避難指示を出したこともあります。今の話を聞いて、災害への備えが大切であるということを再認識しました。それでは大雨や台風接近時に被害に遭わないために、私たちは具体的にどういう行動を取ればよいのか教えてください。わかりました。まず災害時に敦賀市から市民の皆さんに発信する避難情報についてお話ししましょう。避難情報とは、災害が発生する危険が高まった時、対象となる地域住民が適切な避難行動を取れるよう敦賀市から発令するものです。災害の危険度に応じて警戒レベル3、高齢者等避難、警戒レベル4、避難指示、警戒レベル5、緊急安全確保があります。3種類の呼び方を聞いて、どのようなイメージを持たれますか？そうですね、高齢者等避難と聞くと、文字通り高齢者は避難を開始する段階なのかなというイメージですが、具体的にどのような行動を取るべきなのかはまだ漠然としています。なるほど。では避難情報の意味やどのような行動を取ればよいかをそれぞれ解説していきましょう。まずは警戒レベル3、高齢者等避難です。これは避難に時間がかかる方、例えばご高齢の方や小さいお子さん連れの方、障害のある方などが避難を開始する段階です。市から避難情報として高齢者等避難が発令された際、対象の地域にお住まいの方は家族や親戚、知り合いの家、指定避難所など安全な場所への立ち退き避難を行ってください。避難行動を開始するということは、この時点で避難所が開設されているということですか？はい、高齢者等避難が発令された段階で原則指定避難所は開設されています。ただし災害の種類や被害状況に応じて開設する避難所を決定しますので、現在何箇所の避難所がどこに開設されているのか、敦賀市から発信する情報に注意してください。次に警戒レベル4、避難指示です。これは全員が避難を開始する段階です。発令された地域にお住まいの方は基本的には立ち退き避難を行ってください。ただし周囲の状況により立ち退き避難はかえって危険だと自ら判断する場合には、近くの安全な場所への避難や建物内のより安全な部屋へ移動するなどの避難行動を行ってください。最後に警戒レベル5、緊急安全確保です。これは河川の氾濫といった災害がすでに発生している状況で発令されます。少しでも高い場所や崖から離れた場所へ移動するなど
命を守るための最善の行動をとってください。またこの情報は必ず発令されるものではないため、発令を待つことのないようにしてください。わかりました。では状況に応じた適切な避難行動をとるために、私たちは日頃からどのようなことに備える必要があるのでしょうか。はい、まず災害時に避難所への避難が必要かどうかを確認しましょう。避難とは難を避けることです。ハザードマップでお住まいの地域が浸水や土砂災害の恐れのある区域かどうかを事前に確認してください。安全な場所にいる人は避難場所に行く必要はありませんので、その場にとどまり安全を確保することを検討してください。一方、低い土地や崖などの近くにお住まいの方は屋外へ避難する必要があります。その際に開設している避難所だけでなく、安全な場所に住んでいる親戚や知人の家に避難することも考えてください。そのためにもお近くの安全な場所などを把握し、災害時の避難行動について日頃から相談しておきましょう。敦賀市からの避難情報は、災害時に設置される市の災害対策本部から、防災ラジオや屋外スピーカー、登録制のメール配信サービスであるトンボメール、広報車、敦賀市ホームページ、防災 X など、さまざまな手段でお知らせします。また、敦賀市では防災ラジオの申請を随時受け付けています。1世帯に1台、無償でお貸ししていますので、設置がまだの方は早めの申請をお願いします。トンボメールや防災 X の登録方法については、敦賀市のホームページをご確認ください。災害による被害を防ぐには、普段からいかに備えておくかが重要なんですね。そうですね。市民の皆さんには、普段から自宅や職場の近くにある避難場所や安全な場所に住んでいる親戚や知人の家などを確認し、日頃から災害時の避難行動について家族や地域の人たちと相談していただきますようお願いします。